国際工業国際工業バス国際工業バス池袋営業所国際工業バス池袋営業所は東京都豊島区千早に位置する国際工業バスの営業所である1950年の国際工業バス発足から現在に至るまで所在地を変えたことがない同社唯一の営業所である池袋駅西口をターミナルとし主に豊島区板橋区を中心に 中野区、北区へ乗り入れる路線を担当する。1936年頃の国際工業バス、全身事業者の路線も、国際工業バス発足時からある、古い営業所だが、初間路線の歴史は、戦前の池袋乗り合い自動車にまで遡る。渦緑色の線は1936年頃の、同社路線だが、現在の池袋、練馬周辺における、 国際工業路線の骨格となる部分がすでに開通している。ただし細かい経路、とりわけ池袋駅から川越街道間が大きく異なっているが、その理由としては池袋駅西側の道路が未整備だったことに加え、板橋警察署付近に向かう人の流れが多かったことが考えられる。板橋警察署付近は当時観光庁や商店が多く集まる地域の 中心地で早くから東京市電が開通していたため池袋乗り合いの沿線から東京の中心部に向かうにもここで市電に乗り換えるのが効率的だったのである池袋乗り合いは1937年に東京横浜電鉄へ買収されて参加に入り1940年には同じ東横系の中線道乗り合い自動車に合併 さらに戦時下の1944年に大東急の元で中山道乗り合いは、東都乗り合い自動車に合併した。この間、池袋駅東口に市電が開通して、武蔵野デパートが開業。戦後にかけては、池袋駅西口の道路も整備されるなど、池袋の街は徐々に姿を変えていった。このような駅周辺の発展に加え、都市幕西部の宅地化が進んだことで、終戦後から、 池袋駅を起点とする路線の新設が進められた。豊島区市によれば、1948年から、東都乗り合いの末期にかけて、いずれも池袋駅を起点に、大線仙、千川巡環、上板橋、豊島沿線、中野駅、椎名町八丁目線が開通している。国際工業バスとなってからも、江戸田線、日大病院線、熊野町、 金見町経由地周り循環など、毎年のように路線新設が行われた。昭和30年代に入ると、路線は練馬区や板橋区の郊外にも延伸され、練馬区役所時和台、徳丸線などといった池袋駅を発着しない路線も登場した。これらは1958年に練馬分社庫が開設されてこの地域の路線を、 受け持つようになり、1962年の営業所再編では廃止となる、菅も営業所の路線を吸収し、練馬営業所として独立した。この頃から昭和40年代前半にかけては、モータリゼーションによる自家用車の増加に伴い交通規制が敷かれたり、新しい道路が開通するなどして、交通の流れが大きく変わった時期だった。 バスも、この影響を免れることができず、池袋営業所では、江戸タ、小モ付近を走る路線のうち、京愛路を走る区間を一部廃止して、館7通り、川越街道経由にするなどの大幅な経路変更を行っている。しかし、こうした利用者のニーズとは、無関係な経路変更を行ったことが、バス離れに拍車をかけ、運行を維持できずに廃止された路線も、少なくない。 1983年には、英断地下鉄有楽町線の英断なります。池袋間が開業し、エリアが重なる池袋営業所の路線は大打撃を受けた。これにより、同年7月に大規模な路線再編が実施され、地下鉄と並行する地霊1、地霊8が廃止された。これ以降は大規模な路線再編は実施されず、わずかな経路変更。 路線延伸程度に止まっており、この時点で路線数はおおむね現在の規模となった。池袋駅に口を発着する前景等のうち、池袋駅側との出入口はこの池80で行う。池袋駅から短距離であることや、地霊2、地霊3などの循環路線が循環区間からそのまま出入口を行うこともあり、同区間を改装で出入口を行う場合がある。現在、 池袋駅西口から運行されている三つの循環路線の一つである。板橋区南町、豊島区線下は高松周辺の住宅地を半時計回りで循環する。開設から1960年代以頃までは逆回りで運行されていた。すなわち、現在の熊野町循環が金目町循環と呼ばれ、 現在の金目町循環のルートは最高院前停留所を取って最高院循環と呼ばれた。これらのルートが交換されたのは1970年代のことである。かつては内回り循環という案内名称を持ち、熊野町経由内回り循環の表示で運行していた。地霊さ現在、池袋駅西口から運行されている三つの循環路線の一つである。 板橋区南町、豊島区線下は、高松周辺の住宅地を時計回りで循環する。開設から1960年代頃までは逆回りで運行されていた。すなわち、現在の金目町循環のルートは、最高院前停留所を取って最高院循環と呼ばれ、現在の熊野町循環が金目町循環と呼ばれた。 これらのルートが交換されたのは1970年代のことである。かつては内回り循環という案内名称を持ち、金目町経由内回り循環の表示で運行していた。現在、池袋駅西口から運行されている三つの循環路線の一つである。金目町循環、熊野町循環と同じ地域を補うように走る循環線。熊野町循環と同一の周回方向で、 熊野町から南町、高松方向へショートカットする経路となっている。かつては池袋駅南口を発着して立教大学経由だったこともあるなど、上記2000にない特徴があった。池袋駅と日大板橋病院を結ぶ路線である。病院への連絡路線ということで、車両の低唱化が積極的に進められており、全便が ノンステップバスを含む車椅子用、リフトスロープ付き車両で運行される。豊島マナ、ナマルのラッピングが貼られた地雷7専用車1950年頃、東都のリアイ自動車時代の末期に開通した歴史ある路線で、当初は西部池袋線踏切のすぐ南の椎名町八丁目を終点としていた。椎名町は南長崎の住居表示実施前の地名で、 現在も椎名町駅の駅名に地名が残っている。1956年にすでに開通していた池袋駅練馬病院、エゴタ駅線と統合され、両周りのエゴタ、椎名町循環として運行されるようになった。1963年に現行のエゴタ二股まで開通したが、翌1964年に循環運行が廃止されたことで、現行区間だけが残り、 現在に至る。江戸タ二股バス停は、都営バス、江戸タ二股、関東バス、江戸田駅バス停とともに、江戸田駅の最寄り停留所であるが、それぞれのバス停留所は少し離れている。東京メトロ有楽町線の上を走り、線川駅から南下して、西武池袋線踏切を渡り、江戸田駅南側の江戸タ二股に至る。鉄道との並行区間が多いことや、 踏切渋滞が発生することなどから利用者は少なく、東営業所では最も本数の少ない路線となっていた。そのため、1983年6月24日に、有楽町線が永田成増駅まで延伸された際に廃止される予定であったが、沿線住民の要望により存続が決定したという経緯がバスニュースに記載されていた。 2010年4月28日付で、地理エナの廃止の事前届出が、国際工業バスから、関東運輸局長宛てに提出されたが、都島幕地域公共交通会議において、区やバス事業者などを交えて、2010年度内の廃止、または、区から補助金を受ける条件で、都島幕役所や、サンシャインシティ方面への延伸が検討されていた。その結果、 2010年3月16日から起点をサンシャインシティ南に変更し、豊島区地域公共バスとして、区内東西連絡輸送の役目を担うこととなった。延伸区間については、池袋駅西口から川越街道に向かい、スポーツセンター付近から区役所に向かい、豊島区役所周辺は循環経路となる。区の支援としては停留所設置などの初期費用が1000万円。 車両や運行経費の赤字分など、毎年2300万円が想定されている。原則として、豊島区製70周年記念で誕生した豊島区 PR キャラクター、豊島マなナるのラッピングが施された1001号車が統計等限定で運用される。豊島区役所旧庁舎跡地再開発の進展に、伴い、2019年10月12日より、 池袋保健所停留所が、晴れ座池袋に、池袋保健所東停留所が、晴れ座池袋東に改称された。池11,949年の、東都乗り合い自動車時代に開通し、現在に至るまでほぼ同じ経路で運行されている数、少ない路線。西口発着路線としては、比較的早い時期に開通しており、中央本線や西部新宿線の乗客を池袋へ、 運ぶためのバイパス的役割を果たした。池袋駅から山手通り、国道17号を北上して、都営地下鉄三田線のエリアをこまめに回っていく。本数は、終日1時間に3から4本と比較的多く、池20とともに池袋口の主力路線の一つとして、活躍している。高島平総社場付近に、板橋区立障害者福祉センターがあるため、 住民の要望で1995年に国際工業発の車椅子用リフト付き新定床バスを志村担当便で運行を開始。1998年にはノンステップバスが運行を開始した路線でもある。現在はすべてがスロープ付きノンステップバスで運行される。2011年3月16日の改正で池20から2が1便のみ新設された。 池21は池20の兄弟路線で、こちらは国道17号を戸田橋手前の船戸町まで北上して行き、浮間船戸駅に立ち寄らずに新河岸の住宅街、工場街を回って高島平駅に到着する。運転間隔は池20とほぼ同じだが、朝ラッシュ時の本数はこちらの方が多い。池20より新しく1970年代になってからの開通である。 赤羽駅と日大病院を結ぶ路線で赤羽駅大仙西町において赤羽営業所の赤51の折り返し系統の役割を担う。2007年6月16日のダイヤ改正から赤羽営業所担当便も復活し夜間に同一経路の区間便として赤羽営業所担当の赤57から2が新設されたが2016年2月16日の ダイヤ改正で再び池袋営業所の単独運行へ変更された。運行経路としては赤51は赤羽駅付近で循環経路をとっていたが2020年6月からは赤57と同じトンネル経由の往路同一経路で運行される。ただし袋は HPSC 北門から赤羽駅方向へ向かう場合赤51は 停留所直後の交差点を弁天通り方向へ直進するが赤57は赤羽号方向へ左折する。前述の通り赤51と経路がほぼ同一であるため本数は終日にわたって毎時1から2本と少なめである。大子駅板橋駅を帝京大学病院経由で結ぶ。1952年7月30日に 王子駅金沢橋板橋駅金井久保池袋駅として開通したものである。これは前期の赤羽駅池袋駅線と同じ日の開通であるが当初は菅も営業所が担当した。このうち王子駅金沢橋付近は戦前の中線道乗り合いやそれ以前の王子乗り合い時代から続く営業区間である。その後1970年代に 王子駅板橋駅間に短縮され、平成に入って、中央公園板橋一丁目間が、帝京大学病院経由に迂回する経路に変更された。2010年2月8日の改正で、帝京大学病院停留所が、新病棟正面玄関近くへ移設された。病院付近の経路変更に伴い、十条、住宅停留所の廃止とかが一丁目停留所の新設、 合わせていくつかの停留所名変更などが実施された。池袋駅西口と東武東上線近辺の各駅を結ぶシニア急行バスミッドナイトアローを運行する。東京県と山形県を結ぶ夜行高速バス夕日号を省内交通と共同運行する。2012年5月16日、東京空港交通が運行してきた空港連絡バス池袋羽田線に参入。 国際工業担当便は全便が池袋駅西口のみの発着でホテルメトロポリタンサンシャインシティプリンスホテルは経由しない。浦和羽田線開業に伴い2013年12月16日より国際工業バス都田営業所から移管された。2016年4月2日より募集型ツアーバスとして運行していたものを同年8月1日より路線化したものである。 ありがとうございます。